ゾロゾロと並びやがって。なかなかの数なのだ。めんどくさい。ノイエ、エデンのためにもミルフィーさんを守り抜かなきゃ。アブソリュートのためにもな。お姉ちゃんは二度と渡しません。任しときな。この先は通され、食い止めるぜ。まさか真っ二つに分かれるなんてな。すげえな、この辺。朝飯前だぜ。わかった。デイクレイダー、了解だ。当たりました。逃げられたの。俺の勝ち。敵高速艦の第二陣だ。気をつけろ。了解。デイクレイダー、了解だ。わかった。良い当たりだ。どいつでもいいからかかってきな。了解。見てろよカズヤ。当たったようだな。敵にダメージを与えました。毎回は決まらないね。今のは効いたな。敵に当たったのは。損害を調べてくれ。命中しました。よし、俺の勝ち。任しときな。目標の破壊に成功。したわ。了解よ。良い当たりだ。いい具合にチャンスでしたわ。わかった。
かったわ。レリックレイダー、了解だ。よし、撃墜した。すぐにこの弾幕から脱出するんだ。見つけた、ひとっ飛びだぜ。オーケー、任しときな。よし、撃墜した。こっちにどんどん敵を回していて。すぐにこの弾幕から脱出するんだ。エネルギーまだ OK なんだ。命中。カズヤ、無事か。あ、ならいい。承知した。承知したわ。攻撃を回避しました。ダッセイ！エクストリームランサー。うまく当たったみたいです。了解。オーケー。あやさ、やりましたね。そろそろエネルギーが使えない。ハイパーブラスター準備完了。承知したわ。了解しました。だったみたいなのだ。敵に当たったのだ。敵こそやっつけるぜ。了解よ。了解です。わかった。あやさ、じゃあよーし。エクサクロスブレイク、やっつけだもだ。敵の増援を確認した。第三陣か。おかわり上等。わかった。すぐ行くぜ。了解。見てろよ、カズヤ。イーグルゲイザー攻撃を開始。オーケー。遊びしまいだぜ。わかった。うん、やっつけました。命中しました。やったわね。今の聞いたな。大したことないわ。損害を調べてくれ。私もまだまだだ。あやさ、任しときな。今度はこっちの番だ。急にいてくるのだ。被弾しました。でかいな。
オーケー。はい、なのだ。5番機了解。一丁上がり。補給させて。抑えて戦うのはストレスがたまるわ。デリックレイダー了解だ。痛いか。当たりね。ダメージが少し外れちゃったみたいね。避けられました。いた。あったたた。まったく容赦ないね。オーケー。了解。見てろよカズヤ。わかった。敵の増援だ。ただし今度のは高速艦じゃない。くそ、敵の本体が追いついたのか。当たったのだ。補給完了。もう一度行ってきます。来た来た。超すげーの貨物船。よし、機体強度ともに回復した。了解なのだ。レリックレイダー了解だ。心得た。了解です。やっつけたのだ。スペルキャスター補給完了。感謝するわ。攻撃を回避しました。まだなんとかなるでしょう。わかった。いい具合に着弾したわ。確認しました。クラスブレイクいけるわよ。承知したわ。すぐ行くぜ。 OK。 くらえ。ゼノサイドボンバー。逃げられたわ。ヘキサクロスブレイク。ストリームランサーチャージ完了。
了解だ。あ、今のは聞いたな。損害を調べてくれ。おばんき、補給に戻るぜ。エネルギー 50%、 無理をしないで。心得た。楽勝、エクストリームランサー開始するのだ。命中です。一撃やったわ。オーケー。敵にダメージを与えました。命中した。攻撃成功なのだ。撃墜なのだ。サクッと片付けてさっさと戻ろうぜ。ハイパーブラスター準備完了。絶好調だぜ。了解です。ハイパーブラスター敵に当たったのだ。成功だ。この戦いが終わったらお姉ちゃんに会える。はい。やるな。目標を撃破。命中よ。やら、今日の一番は達成まで決まりだぜ。ちょっとギリギリでした。わかった。当たったみたいなのだ。2番機攻撃成功だ。やるな、かわされた。よかった、攻撃当たりです。大当たり。着弾を確認しました。大森さん当たったのだ。釣りはいらねえぜ。
の全滅を確認。ご苦労だった。すぐに帰還してくれ。了解。ルーンエンジェル隊、戻りました。本当にご苦労だった。きつかったわね。もうあいつら後から後からうじゃうじゃ湧き出やがって。面倒だったのだ。歯ごたえがあったな。もういませんか？大丈夫ですか？ああ、今のところは。敵が突然現れました。突然？距離は33,000です。近い。スクリーンを映せ。まさか。いや、そのまさかだな。追いつかれるなんて。他に船は？反応ありません。ベレル艦と影の月だけのようです。緊急回答、主砲の射線にベレル艦を捉えろ。フルパワーで一斉発射。先制攻撃だ。なんだと。ベレル艦へのダメージゼロ。全て直前で弾かれました。通信です。スクリーンへ。了解。無駄だよマイヤーズ殿。今私の船は影の月のシールド内にある。紋章機の攻撃であろうともびくともせんよ。そうかい。そいつは残念だ。にしてもその影の月ってのは大きさの割に足が速いんだね。お褒めいただいて光栄だよと言いたいところだが、もう貴様の工場に付き合うのも飽きたのでな。さっさと肩をつけようではないか。まあまあ、そっちも船はその一隻のようだし、ゆっくり行こうじゃないか。影の月を舐めていただいては困るな。影の月から戦艦が出てきます。どんどん数が50、60、全て高速艦です。この短時間で作ったっていうのか？大したもんね。しかも全て高速艦とは。こりゃ逃げられねえな。さあどうするね。ご自慢の紋章機を出すかね。司令、出られます。ダメだ、まだその時じゃない。その時？この上まだ勝機が訪れると思っているのか。笑わせるわ。今度こそ貴様は終わりだ。ゲートキーパーを逃がしたのもまずかったな。遠慮なく攻撃できるではないか。貴様を倒し、後でゆっくりとゲートキーパーを探せばよいのだ。さあ、さっさと降伏しろ。そうすれば命だけは保証してやる。ふん、断る。そうか、せっかくの私の良心も無駄にするか。お前に良心などない。ほう、この上さらに減らず口か。覚悟は決まっているようだな。いいだろう、ならば散るがよい。全艦主砲装填。なかなかいい戦いだったよ。さらばだエデンの英雄。撃てや。なんだと。よう、タクト、生きてたか？遅いよ、レスター。ちょっとギリギリすぎないか？まったく、こっちの苦労やら心配も知らんで勝手なこと言うな。クールダラス司令、敵巨大艦および要塞
無傷です。何？クロノブレイクキャノンが効かないのか。ずいぶん強力なシールドを備えているようだな。そうですね。うわぁ、マイヤーズ、くそエデンゲート。ああ、開けさせてもらったよ。ノイエゲートを開くついでにね。でも、お前の妨害波のおかげで連絡が取れなかったんだ。そこでミルフィーたちに伝言を頼んだってわけさ。ルクシオールがどの方向に逃げたのか、そこに気づかなかったのはまずかったね。いえいえ、だからなんだというのだ。今巡洋艦30隻が生産完了したわ。たかが船1隻増えただけ。まとめてひねり潰してくれる。そう、たかが船1隻さ。空母だがな。私の場合、すでに懐かしいというレベルですわ。こうして、また先輩方と靴輪を並べることができるなんて。舐めさせられた苦汁、100倍にして返すよ。私を利用して悪いことしてたなんて許せません。パーンってやっちゃいます。クロノブレイクキャノンをもう一度撃つ。今度はリミッター抜きでだ。再チャージの時間を稼いでくれ。分かった。タクヤ。はい。ルーンエンジェル隊、ムーンエンジェル隊に合流。了解。みんな発進だ。了解。ブレイブハートの高速リンク指揮システムにムーンエンジェル隊を登録。敵艦隊をフルスキャン。データを各紋章機に転送。了解。さあ、行くぞ。反撃だ。ルクショールよりルーンエンジェル隊。はい。今から敵のスキャン結果を転送し、同時にブリーフィングを行う。よく聞いてくれ。了解。これがミッションエリアのスキャン結果だ。やはり障害物は何もない。ルクショールはここ、そして敵戦艦の配置はこうなっている。ミッション目標は敵艦の全滅。かなり数が多いが、こちらの戦力も倍だ。蹴散らしてやれ。以上。次のクロノブレイクキャノンの発射はリミッターを解除して行われる。かなりのパワーになる。巻き込まれないように注意するんだ。了解。よし、合体だ。
Thank you.